しょ。はい、まったかけです。久しぶりの一人撮影、ソロ撮影久しぶりやな。いや、前はね、昔はこれが当たり前やってんけどな、なんか改めてね、と一人で撮ったのが変な感じするわ。というわけで、ちょっと本日はですね、ちょっぴりホラー企画ということで、まぁ、ちょっと部屋の雰囲気も暗くして、まあ、画像を見る系ですね。久しぶりに画像を見る系やっていきたいと思います。まあ、そんな中でもいくつかやってきてるんですけども、意味が分かると怖い画像、そして今回それプラス未だに解明されていないと言われている不可解な画像、こちらの2つを見ていこうと思います。最近結構さ、カメラ手伝ってもらうこととか多かったからさ、一人で撮ることなかったけどさ、一人で撮るとき、なんか画像見る系、しかもホラー系なのね。結構、しかもこれね、一人で撮ってるの怖い。何？通知何？で、まあその不可解な画像、意味が分かると怖い画像っていうのは、まあよくよく見たら、え、何これ？一見普通なの？でも、え？何これ？っていうような、そんな画像です。ちょっと待って、怖い。ちょっと待ってな。動画撮るの久しぶりやねー。一緒に撮らん？怖いね。というわけで、まあそちらをね、本日10枚見ていこうかなと思います。10枚見ていこうかなと思います。それではまず1枚目、こちらです。昔の白黒の海外の写真ですかね。何がおかしいんやろ。なんか一人いけたやつおるな。マトリックスに出てきそうなやつおるけど。はい。あ、やっぱそうなんや。周りのクラシカルな服装をした紳士に囲まれて、一人だけ今風の青年がサングラスをして、手にはカメラらしきものを持っている。え、カメラマジで？あ、ほんまや、なんか、こう持ってるよな。これはカナダの美術館のウェブサイトに掲載されているもので、1940年11月、サースフォークの復興現場というキャプションが書かれてるんよね。まあだから今から何年前？ 60、70、80年前か。うわ、めちゃくちゃ前やん。まあ、そんな時代にこんなカジュアルっぽい格好でいるというのも不自然。で、サングラスもかけて CG なんちゃうかって疑われてたけど、実はこれはガチらしくて、未来から来たタイムトラベラー。そしてじゃあ次2枚目いきますか。2枚目。これはわかるやん。ね、これなんか覗いてる写真かなんかの、まあ、女性がこう自撮りをしてるとこに、ここに実は目がある。ちょっと古いな、この携帯。なんかちょっと小さない？ iPhone5 ぐらい。じゃあ続いて3枚目行きましょう。ポチッとな。なにこれ？何？七日町。なにわからん。電車が、なんかの作業してる？え、見つけてもらうかもしれない。作業員、一番左の人の足元に、おじさんの顔らしきものが映ってる。え、怖。何これ、どういうことどういう状況。めちゃめちゃ画質荒いけど、これがハゲたおじさんっていうことはわかるな。アートネイチャーの CM とかに出てそうやもん。あ、福島なんや。福島の、なぬか町っていうらしい。え、ちょっとこれはちょっとわかんないっすね。じゃあ続いて3枚目。うわ、びっくりした！びっくりしたー。なんか、子供の顔が浮かんでるような、こんなんやってない？こう、不気味な線路踏切のこう右の方に、ほら、ちょっと明るくしたら余計見えるよ。ね？え？なんかビスコ食ってんじゃん、これ。こいつビスケ？はい、続きまして、ポチッと。おー。なんか、セクシーですね。どういうこと？何これ？どういう現象？なんか反射してる男の人がさ、にゃー、にたーってしながら、女子高生か？わからんけど、太ももにこう、くんか、あーみたいな、完全に嗅ぎに行ってるよな。でもさ、これ不可解なんかさ、言うたら、この台みたいなんてさ、反射する素材やんか。反射する素材やからさ、普通、こう立ってたら、太ももが反射してるはずやんか。これによると、太ももがおじさんになるぞ。霊的なもんなんかな。なんかありそうやんな、ナレーションとかで。この世に何か未練でもあるのか。女子高生の太ももを、じっと見つめて描いている。いや、もう怖ない。
そんなナレーション全然怖くない。プレモを見たくて未練残してるって別に怖くないやん、その俺。じゃあ続いていきましょう。何これ、コンサートかなんかに紛れ込んでる、この髪の長いダラーンとした女性、女性？これは未だに一体何なのか解明されてないみたいですね。え、怖い怖い。じゃあ続いていきましょう。ポチッと。何これ、サッカー選手かなんかなのかな、ユニフォーム着てますね。後ろに手を組んで、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。え？これ、多分これやんな。みんなまっすぐ見てるやん。みんな前まっすぐ見てるやんか。あの、前列で青い服着てる人がこれキーパーかな？キーパーやろ？なんか手袋してるし。僕サッカーね、あんまやったことないんで詳しくないんですけど、他は選手やん。で、多分この左上の人が監督やん。ちょっと歳もいってそうやし。思いっきり左の選手のズボン受け付けねんけど。いや、一番反則やん。ハンドやね、これ。はい、じゃあ続きまして、はい、何これ、え、何何何、かー笑ってるけど、どういうことだろう。どういうこと、どういうこと、何だろう。あ、なるほど。なんかこうネタバレ記事みたいなの見たら、この10秒後ぐらいに雷がこの2人に落ちるらしいんですよね。その前の映像を捉えた奇跡的な瞬間、だからこれ髪の毛なんか上ファサーいってんの。ごめん、そういう電気のさ、なんかこんなに性質とかさ、なんか分からへんねんけどさ、なんか静電気とかってこう下敷きとか例えばこうこう擦った後に上にやったらこんな感じ、こんな感じでフワーって上がるやんか、その感じじゃないこれ。で、これ奇跡的に2人とも奇跡的に雷が直撃したけど助かってるらしいねって。よかった。はい、続きましての画像、はあ、なんじゃい？車があって、まあ優しそうなパパかな？お父さんらしき人が息子か娘を肩車してるっていう写真ですかね。あ、なるほどですね。こういうなんか写真がこの撮影された直後に右側のこの赤い車あるじゃないですか。この赤い車がなんと爆発したみたいなんですよね。で、この撮影者を含む29名が死亡、マジで？あ、でも被写体の男性と子供は無事だったみたいなのね。え、そうなの、すごいな、一番近そうやのに。うわ、これは確かに怖いな。そして続いての写真、こちら、これは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 もう意味が分かるとかじゃないやん、怖い写真やん。なんか世界的に有名なクーパー家の写真っていう、本当に誰でも知っている、世界中で誰でも知られているという心霊写真みたいです。僕これ知らなかったですね。まあ、多分このね、右の4人がこのクーパーご一家なんでしょう。で、左に見えるのが、奇妙な。え？何これ？宙吊りになってる。だから白黒の古い写真やね。だから結構昔なのかな。この写真は1950年代にアメリカのテキサス州に住むクーパー家の主人が家族でパーティーを行った際に撮影したものとされているみたいです。まあ、確かに写真も古くて、室内も家族の格好もな、ちょっとどこか古めかしいところがありますもんね。で、まあ、これが過去にこう撮影されて、まあ、1950年代から本当にもう70年前とかか。もう本当にこれがもう心霊写真ということで信じられて、現代まで伝わってきたみたいなんですけど、当時はね、それ何やろ、今やったら結構心霊写真作れるじゃないですか。でも当時はそういう技術もなかったんで、これは本物じゃないかって言われてたんですけども、なんか最近になって実はこの写真もフェイクなんじゃないかと言われ出してるみたいなんですよね。まあ、そもそもこの写真が注目され始めたのが2000年代に入ってからみたいで、まあ出回り始めた頃からフェイクを疑う声が多かったみたいなんで、あ、なるほどね、当初から怖がられてたんじゃなくて、2000年代に入ってこの古い写真をフォトショップとかのソフトで合成したものではないかと見られてるみたいなんよね。なるほどなるほど。ってことはこう世界的に有名な心霊写真はもしかしてこのフォトショップで作られたっていうことになるかもしれないってことですよね。だから僕普段のそのサムネイル、あの動画の毎日こうなんかあるじゃないですか、クリック押す前のこの画像、あれもフォトショップとかで作ってるから、そうですね、いろいろ作ってきましたよ本当に。
いや、サムネイルって作るのだけでもさ、意外と時間かかるよね。1個30分とかかかるから、長いものだって1時間ぐらいかかるんですよ。視覚的にね、一発でこう、みんなが見たいな、開きたいな、押したいなって思うようなサムネイルをね、作ることを心がけてるから、意外と難しいよね。ということで、以上、奇妙な、現在も解明されていない意味がわかると怖い画像10枚を、見てきました。まあ、皆さんもね、どこがおかしいのかちょっと一緒に見ている間にね、考えていただけましたか。まあ、またね、こういう、意味がわかると怖い画像、まあ、一緒にね、こうなんかね、なんか画像を見ていってる感じするやんか。なんかこれが楽しいなって思うんで、またやりたいと思います。それではじゃあ最後、もう一枚たけやきの中で、これちょっと怖いなって、これ意味がわかると怖いなって思う画像があるんだけど、ちょっとそれ最後ちょっとみんな見てもらおうか。せーの。まあ、これなんやけど、どう思うみんな。普通にさ、なんか電車の、普通に電車にね、置いてあるこの看板みたいな感じで、桜宮駅で、京橋駅次なんかなみたいな。これ、パッと見普通の画像じゃないですか。左、ちょっと待って。電馬駅？電馬駅って何？で、右上の缶。これですね、実はラブホテルです。桜宮、京橋、ほんまは、天満駅なんよ。でもなんかこれラブホテルが、なんか電車のモチーフのラブホテルで、電満駅って書いてるっていう。いや、怖くないけどな、これ。ラトラでデジタルハイタッチ会が決定いたしました。決定しました。このご時世ね、普通のハイタッチ会とか握手会ができない状態なので、LINE のテレビ電話みたいな感じでね、僕たちの CD を購入してくださった方と、数秒だけお話をするというイベントになっております。概要欄から CD と一緒に購入することができますので、ぜひぜひ参加してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。ありがとうございました。